どうも、ウェダックスです。皆さんはマザーボードのトラブルにあったことはありますでしょうか？私はつい最近ですね、電源を入れたらですね、普通に入るし、切ってももちろん入ります。しかし、1日経つと電源の入らないというトラブルに遭いました。はい。ですが、ちょっと動かしたり、何らかの影響を与えると、もしくは電源をしばらく切っていると、また動き出すという現象に遭いました。そして結局突き詰めて原因はマザーボードだと分かったのですが、なかなかこれが判断しにくかったんですね。で、マザーボードのトラブルっていうのは多分パーツのトラブルの中で一番厄介だと思います。最初から全く動かないでいてくれたら分かりやすいんですけども、そうじゃない限り動くけど不安定とか突然電源が落ちたりとかUSB の認識がおかしくなったりとかするっていうのが結構あるんですね。はい。なので、マザーボード選びは慎重に行いたいというのと、まあ、ハズレはありますので、その時にできるだけ早くね、マザーボードに気づければいいかなとは思うのですが、なかなか難しいですね。CPU やメモリーのように、すぐに抜き差しできるものではありませんので、なかなか難しいと思います。だからこそ買うときは慎重にした方がいいのと、あとは中古ですね。中古に手を出すときは本当に気をつけた方がいいと思います。はい。で、私は4年前ぐらいにこれをジャンパラで買ったマザーボードなんですけども、 MSI と書かれているので MSI の供給品だと思って3000円ですね、格安です。 LGA1155、 そして仕様がハイエンド、電源ボタンがあったり、リセットボタンがね、マザーボードについていたり、オーバークロック機能までボタンでついていたりするのです。で、もちろんメモリーも4スロットありますし、まあ何よりでかいマザーボード。はい。ということで、喜んで買っちゃったんですが、それを持ち帰り、型番を調べてみたらですね、MSI が一般市場に供給しているマザーボードではなかったんですよ。で、どこが使ってるのかっていうと、マウスコンピューターがゲーミング PC として販売しているパソコンの中に収められているマザーボードがこの MS7681 というマザーボードでした。はい。そしてこのマザーボード、いろんなことが起きましたが、覚えている限りではね、買ってきてすぐ4ギガのメモリーを4枚挿して起動させたところ、電源が入らない、何度やっても電源が入らない。仕方がないので、1スロットずつテストします。はい。全部正常です。なので、もう一度4枚を挿す。はい。電源入らない。もうね、これの繰り返しで、もう仕方がないので、2枚、8ギガで一時使ってたんですけど、どうしても16ギガ使いたいと思う時があって、まあ、ビデオ編集に使ってたので、4枚挿してみたんですね、また。で、電源を入れた。入るんですね。で、入って使ってる分には何の問題もない。で、よかったと思って電源を切るじゃないですか。次の日電源を入れる。入らない。はい。なんだという感じなんですけど。で、結局のところね、電源を一旦切ってしまうと動かなくなるのはもう間違いなさそうだったので、何回か入り切りしたり、メモリーを差し直すことによって、たまに電源が入ったんですよ。だから電源が入ったら、もうできるだけ電源は切らない、再起動もしくはスリープで済ませるようにしたんですね。そしたら基本的にずっと使えました。はい。そんなことがあったマザーボードです。そのマザーボード多分2年以上は使ってたと思うんですけども、引っ越しをすることになりまして、仕方がなく電源を切ってですね、まあ引っ越し先に運んできたんですけど、まあもう使わないでおこうと思ってたんですが、私の相方さんがですね、最近パソコンが重いので何とかしてもらえないだろうかという話があって、そしたら一応 i7 の 2600K なので、こいつの性能はいいので、そしたらこれを使おうじゃないかということで、で入れたらですね、またまた電源が入らないんですね。で今度また1スロットずつメモリーの確認をしたらですね、どうもこっち側にスロットにメモリーを挿すとパソコンが動かないんですよ。ただこっち側にスロットは生きてたので仕方がないので、8ギガ2枚の DDR3 のメモリーを用意して、
で使うようにしたんですね。まあ1年ぐらい機嫌よく動いたんですかね。でまあ相方さんも満足されて使われてたのでよかったのですが、最近になって USB の抜き差しをしたら USB が死ぬという現象が発生しまして、ああさすがに限界だと。まあいろいろあったけども、まあ4年ぐらい使えたのでいいかと最近思い始めております。はい。そしてこの MS7681 なんですけどね、今でも中古市場にはかなりあります。しかも激安で、だから手を出してしまう可能性が高いですね。 LGA1155 の CPU を手に入れ、とりあえずいいマザーを探すとこれが目につくと思うんですけど、やめといた方がいいんじゃないでしょうか。はい。はあ、まあね、ただハズレを引くときは引きます。はい。私も経験上ですね、もちろん初期不良以外も含めれば、すべてのメーカー、ASUS、MSI、Gigabyte、BIOSTAR、ASRock、まあ他にもなくなっていたメーカーさんがありますが、すべてのマザーでトラブルには遭ってますので、これは仕方がないという部分もあります。はい。しかしですね、できるだけトラブルに遭いたくない方はですね、やっぱりその多くのレビューを目にしてですね、安心できそうなマザーを購入した方がいいと思います。はい。そして私は今マザーボードを探しているんですけれども、こいつのために。で、前回 ASUS のマザーを使ったんですが、かなり使い心地が良かったので ASUS にしようかと思ったんですけども、しようと思った ASUS のマザーのレビューを見てたら、レビューじゃないな、口コミを見てたら、USB スロットのトラブルがあったみたいで、キーボードとマウスが突然認識しなくなるっていうトラブル、電源入れてしばらくは普通に使えているけども、2時間、3時間していると認識しなくなるというトラブル。で、まあもちろん電源を切って、電源を入れるとまだしばらく動くらしいんですけど、まあその原因がまだ追求できてなかったんですが、まあそれは間違いなくマザーボードだと思いますので、そういう情報がね耳に入っちゃうと、そのメーカーはやっぱ避けたくなります。はい。多分ただのハズレを引いちゃっただけの人だと思うんですけど、なので MSI でもトラブルに遭ってるんですけど、またけどコスパを見るとね、 MSI はやっぱいいんですよね。ちょっといいマザー、例えば X ですね、Ryzen だと X ですね、インテルだと Z なんですけど、その辺のマザーはやっぱ MSI さんコスパいいですね。なのでどうしても MSI にちょっと行きそうな気がしますけども、はい。まあその辺はまた新しくマザーが届き次第ですね、お届けしたいと思います。はい。本日はマザーのトラブルいろいろありますよということを言いました。はい。本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。バイバイ。